ゆきこんこ、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版ファイナルファンタジー15エピソードらしか続きを開始したいと思います。南の方に何か手がかりがあるとのことで、現在いるのはだいぶ北の方です。ここから拠点チョコボポストウィズ消してしまった。こちら向かっていきたいと思います。ミニマップを動かすことができないです。アイコンで移動するしかないかな。イグニスと2人行動していったのですが、合流して4人になりました。それではこちら南の方に向かっていきたいと思います。俺が先に出て動きを止める。そしたら続け。順番いらないだろ。言うこと聞いとけって。行くぞ。何かいるの？歯ごたえありすぎなのばっかなんだけど。確かにな。気抜くなよ。抜きたくても抜けないよ。アルラの群れに警戒しているの？確かノンアクティブ襲ってこないと思うのですが。またスモークアイのいる岩山の横を通っていきたいと思います。敵がいる。よし、戦います。経験値欲しいです。私はちょっとシフトの練習を。あ、いいこと言うなよ。俺だってやるときはやるよ。あ、じゃあできましたね。一旦なんか下に飛んでから上に飛ぶ。練習を。高いとこ飛びますよね。あと1匹。予想通り。あ、ダッシュしようとしたのに切りかかってしまいました。攻撃ボタンとダッシュボタンが一緒になっています。私はシフト練習です。シフト。よし、イグニス頼むぞ。ふらつきます。 MP 苦しかったかな。こんなもんって感じか。またダッシュしようとしたのに切りかかりました。また敵が。あ、黒チョコボ。あ、弱い。
一気に取れてたら敵が。消えろ。とどめ。あれ一匹しかいない。チョコボを捕まえる。黒チョコボはノクティ掃除になんか合いそうですね。あ、またシフト練習します。ぶら下がる。速攻で終わらそう。頼もしいな。ノクトの腕ってどうなってるんだろう。予想通りの結果だ。一段落ってやつだな。戦闘艇ではない。また通って。はぐれ、トーテツがいっぱいです。これなら簡単です。あ、ダッシュしすぎてくたびれました。ふらふらしています。また走れる。よし、チョコボヤ見えてきました。あれ、もしかしてこのトレーラー、ここにも止まることできるかな。ここでも止まることができちゃいますね。癒しのテーマが。緊張がほぐれるな。ウエスタンな感じが。ねえ、これ。あ、またあのカップルいたの？ずっといますね。何日ぐらい滞在してるんだろう。余ったら捨ててって私お願いしてたよね。でもあげれば食べるだろ。あのね、あげれば食べることくらい知って。会話中動けない。うん、じゃあいいじゃない。よくないでしょ。神聖じゃなきゃダメっていつも言ってるよね。いや、わかってるけど余ってたから。だからそれは捨ててって。そういう話。やっと分けるようになりました。ここに味なんかわかんない。あっ、分かってないのは自分でしょ。すごいを見てしまいました。チョコボの、チョコボで大喧嘩しちゃった。元気出してね。うん、スモーカーを倒さないとチョコボ借りれない。また来てしまいました。店主さんかな？あれ？目的地。食べたいです。ギザールの野菜チップ。あ、可愛い女の人がいる。あ、なんか。パーク
っと飲みてえとこだが。リノアだかガーネットだかユーナだかノムティスの各ヒロインにそっくりですね。絶対この女性ノムティスがデザインしましたね。ではお話聞いてみたいと思います。兄さん方は旅の途中かい。いろんなとこをじっくり見て回るといい。だが近くの洞窟にはあまり近づかんように。近くの洞窟、危険な場所も多いからな。これで目的地が更新されました。あ、こちらがあ、ここですね。星尾洞窟、ここにいるのかな。前回の動画でベヒーモストーバス作戦失敗しまして、そんな中コメントをくださった名前ナナコさん、行くぞ。南の方に洞窟があると教えてくださいました。この場を借りてお礼を申し上げます。本当に教えてくださってどうもありがとうございます。道が無事開くことができました。本当にありがとうございます。感謝でいっぱいです。あ、マーカーが消えてしまいました。いただいた情報の洞窟、おそらくここだと思います。向かっていきたいと思います。本当に教えてくださってありがとうございました。道路の向こう、ここにあのこの先チョコボヤですの看板があったら面白いですね。お山の上、ワクワクしてきました。この辺全然草が生えてない。うん、なんか落ちてる。あと敵が一言で終わるならない。これなら余裕。さっさと片付けようぜ。なかなか硬い。完了です。ここにも